も人気の店レカ。こちらの女性レカさんが作るのはリーズナブルで家庭的なインド料理。ここでは店内に並ぶ写真の中から激辛料理を選ぶことに。とかで目覚ましくんからお知らせが。あ、そうなんだ。そうだね。やった。3ポイント。逆転可能ですね。先週に引き続き。レカさんの息子さんに激辛料理のヒントを聞いてみると、まあ、インドはね、108種類のスパイスがあると言われる。108、僕らはせいぜい使うのはブロリビリアニという料理あるんですけど、これが大体30種類以上入ります。30種類スパイスいっぱい入ってるでしょ。体にいいでしょ。だって辛いはずじゃないですか。社員が選んだのは、じゃあ一斉のとこ、一斉のせえー、何そのタマちゃんのお前分かってねえなみたいな目は。だって私ゲストじゃないですか。いや、ゲストですよ。ねえ、うん、ねえ、番組、あ、なるほど、ね、なるほど、まあ、はい、じゃあ、僕、うん、これいきますよ。見た目辛そうだから、うん、これ辛そうじゃないですか。でも本当そっか、こっちですよね、うん。2人が選んだメニューはこちら。こちらも一見辛そうな雰囲気ですが、でこれは僕、はい、はい、おお、これはこれはこれはこちらはチキンチリ。チキンチリ、はい、チリチキンということもあります。逆にチリチキン、なるほど、チキンチリ、名前がいいですね。チリチリとしてチリとします。よし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 。玉尾さんが選んだのはチキンビリヤニ。ご飯をチキンやスパイスと一緒に釜で蒸し焼きにした料理です。すごいパラ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 、ね、うん、その顔はおいしいんでしょ。きっとおいしいんでしょ。おいしいです。やった。スパイスがいっぱい入ってるって言ってたじゃないですか。はいはい、本当に複雑な味なんですよ。スパイシーなんだけど、うん、全然辛くない。よしよし、全然辛くない。そして佐野アナチョイス、チキンチリの辛さやいかに。勝利の一口いただきたいと思います。苦い。おお。チキンはね、すごく長い時間煮込んである感じがして美味しい。美味しい。ただ辛い。これは燃えるような辛さの元はサンケスワリチリというインドでも有数の激辛唐辛子。チキンチリはこの唐辛子を大さじ3杯を使っています。最終判定は料理を作ったレカさんに。どっちが辛い？チキンチリ。よっしよし、辛いよね、辛い。お母さん、もうリアルな辛さはこっちですけど、リアルな辛さ、リアル、うん、リアル、ごめんなさい、ちょっとわかんないから、ちょっとわかんない、嘘、ね、ということで激辛対決を制したのは佐野アナ。